ベッカグビニア・シビリは、グルジアのシダカルトリ州出身の柔道選手。階級は 90kg 級。身長1 7 5センチメートル2011年には、ヨーロッパカでと、ヨーロッパユースオリンピックフェスティバル 81kg 級で優勝すると、世界、カデでも優勝を飾った。世界ジュニアでは3位だった。2012年には、シニアの大会である。 ワールドカップとビリシュとワールドカッププラハで2位になるとヨーロッパジュニアでも2位となった。2013年には階級を 90kg 級に上げるとヨーロッパジュニアで優勝した。世界ジュニアでは個人戦をオール一本勝ちで制すると団体戦でも決勝でギリシャを破って2冠を達成した。2014年には世界団体で3位になった。ヨーロッパジュニアでは2連覇するも 世界ジュニアでは準決勝で世界選手権で2位になった。ハンガリーのトートクリスティアンに敗れて3位にとどまった。また団体戦でも決勝で日本チームに敗れて2位だった。2015年のグランプリトビリシでは同じグルジアのライバルである先輩のバルラーム、リパルテリアニを破って優勝した。続くワールドマスターズでは2回戦で世界チャンピオンのイリアス・イリアギスを破ると。 決勝では日本の吉田優也を大星で破って優勝を飾った。世界選手権では準々決勝で日本のベーカー松脇を有効で破ったが準決勝でロシアのキリル・デニソフに合わせ技で破れると3位決定戦でもリパルテリアにに外巻き込みで破れて5位に終わった。世界団体では3位になった。世界ジュニアでは2年ぶりに優勝を飾った。その後、 国内の同じ階級には、リパルテリアニがいるために 100kg 級で2016年、リオデジャネイロオリンピック代表を目指すことになった。2016年のグランドスラムバクでは準決勝で、ウルフアロンを大打ち返しで破るなど、オール一本勝ちで優勝した。リオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で、フランスのシリルマレに技ありで破れると、敗者復活戦も、 日本の羽が龍之介に指導一で敗れて7位に終わった。その後再び9 0ラム級に戻すと、2017年のグランプリデュッセルドルフでは優勝した。ワールドマスターズでは、決勝で韓国の格闘官に合わせ技で一本勝ちして、今大会2年ぶりの優勝を果たした。2018年のグランドスラムパリでは、決勝で向井昭一郎に開始早々の背負い投げで敗れて2位に、 とどまった。その際に、向井が左膝を負傷したグビニアシビリの肩をかけて、退場を手伝ったことにより、監修からスタンディングオベーションを受けることになった。2019年のグランドスラム、大阪では3回戦で、オリンピックチャンピオンのベーカーをしずり込み足で破ると、準決勝では長沢県内を合わせ技で破るなどして、優勝を果たした。 2021年のワールドマスターズでは、決勝で、オランダのノエルファントエンドに敗れて2位。ヨーロッパ選手権でも、決勝で同僚のラッシャベカウリに敗れて2位だった。アイフ世界ランキングは4670ポイント、獲得で1位。81kg 級での戦績 91kg 級での戦績 100kg 級での戦績 91kg 級での戦績。ありがとうございます。